日本から飛行機を乗り継ぎおよそ21時間、南米アマゾン。初めての潜入取材でいきなり部族に槍と銃で襲撃されるなど予測不能の旅だった。また取材ディレクターは強力な染料の下で全身真っ黒に染まった。顔面全部だタトゥー入ってんねん。今回は黒くなる前に潜入した戦闘民族アワフン部族の集落の模様。 The Great Adventures of Nasty。 その破天荒ナスディの衝撃シーンを一挙大公開。現在地球上の部族はおよそ90の国に存在し、その数5000。中でも部族が多いと言われる地域が南米アマゾン。ここにいる部族はなんと100万人以上。そしてペルーにはおよそ33万人、60もの部族が密集している。初めてのアマゾン取材で番組スタッフは冒険家が一度は行ってみたいという戦闘民族アワフン族の集落コス村を目指した。すると川を進む中で思いもよらぬ出来事が。先を走っていた仲間の船がある部族に止められた。すると突然槍と銃が向けられ、その後も銃声は鳴り響き、そしてスタッフたちは拘束された。ここでもう一艘の船から連絡が。あ、揉めてんですか。なんかマンチを向いてないで考えたら長いとしたら東京にはかなり危ないんで。あ、わかりました。じゃあこちらここで待機しておけばいいですよね。かなり危ない。Dice que todavía no que está peligrosa la cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Que está peligroso. Dice. Sí, ellos dicen. 緊迫した状況だが、気になったのは。アビスパ。アビスパ。別に狙ってもいないのに笑われた。ちょっと今笑えない。聞いたもんだ。翌日拘束された中に案内役をしていた息子がいると知った別の村の女性が登場。ナイフを振り回して激怒。ただ現場は状況がつかめない。一触即発の状況の中でも奴はこの至近距離で撮影していた。無事に解放された後、当初予定していた集落への潜入は諦め、別のアワフン族の村へ。あ、バナナじゃないですか、あれ。あ、ほんとバナナって。ほんとです。これ大きくなるわ。これなる。これ赤ちゃん。バナナ赤ちゃん。この白いのはバナナの花だよ。で、これ作れるんですか。美味しいから食べてみなよ。と、勧められたので、素直に食べると。目的の村へ向かう途中、大木から食料を確保。こちらは若い芽の部分、チョンタ。こいつはうまいぞ。うん、リコ、うん、こっちの真ん中より、こっちの方が美味しいですか、これ。こちらも勧められたので、たっぷり口の中へ。うまい。おいおい、食えるのは柔らかい部分だけだ。外の皮を食うやつは初めて見たよ。パンダ。パンダ。パンダ。食べよ。パンダ。皮である生物を発見。それは。わあ、意外と軽い。あのそれは顔とか怪我するときに使って、そういうの登らないって。すごい登るんです。なんか雲に怪我するときに、その生きてるやつにそのまま来る、うん、登る。これ。
ガイドはその殻でいい音を出そうとしていた。巨大カタツムリ。これ生で食べれるんですか？やってみて。いやでも、うまい、来てるけどね。これも勧められたので躊躇なくかじった。どういう味？よくわからなかったのでもう一度かじる。すごい出てくる。これはかなり透けても大丈夫。うん。こう塗っても。すごい出てくる。ちなみに通常はこの生物の粘液を粉末にして使うという。こんな風にダイレクトでかじって塗るやつは誰もいない。肌薬。うん。女性人気なんですか。そうです。うん。毛が鳴る時とかさ。うん。肌が綺麗になる。うん。全部ババでからくんくん、すごい出てくる。すごいこれ。敵来るといっぱい出しちゃうの。守るのに。ツルツルになってる感じがする。いくらぐらいするんですか。50ソル。2000円。すごいツルツルになっちゃう。このように男はちょっと勧められると深く考えずにとりあえずやってみちゃうのだ。ここ勧められたので目にもよく塗り込んだ。いろんな事実に気づくのはいつも必ず行動の後。この前のめりすぎる姿勢が後ほど大変な事態を引き起こす。すごい苦い食感なまこだ。味は胃薬。次の皮で洗ってみたい。どっちがいいですかね。だから少し持った方がいい。また上ですよね。ツルツルなんちゃうか。ツルツルになる人も。このまま行こう。食べしよう。でツルツルになる。結局いい音は全く出なかった。一方、U字工事たちは一足先に目的の集落に到着。すると先住民たちに拘束されてしまった。その頃、クンクン D はクンクンを落としていた。でも、つるっとします。目が確かにちょっと赤い。目に入っちゃった。つるっとしてる。やっぱちゃんと効果あるんですよね。うん、村人と会うんでちょっとおしゃれしとこないと。その後、先住民たちに取材許可を得た一行は漁を見させていただいた。魚、うん、釣りする方法なんですね。バルバスコ。バルバスコはね、ずいぶん出すんだな、毒。何度も何度も。この魚が死んでおいて、その浮いた後に彼たちは手で取るんですよ。その後はちゃんと火と取らないとあれなんですよ。生じゃダメ。生はダメです。生は食べられない。だから見てください、ここも入ってるも来てるからさ。毒ですか。あれは。そうそう、あれはだって私たち普通飲んだらもう死ぬんだから。それはもうアマゾンではもう結構で有名な。いや、全然見えてないですね。ダメじゃん。あの貝のあれで果汁ですか。痛くて仕方がないんですよね。開けられないじゃん。あそこで皮洗ってきていいですか、ね、いやいや、だってあのとこあるじゃん。目薬ないかな。痛い。いやいや、どうなってます。赤いっすか。赤くなってます。赤もう開かないんですね。こっち見てください。あ、なんか入ってるもん。もう見て出てるんだよ。なんかマカあるんですか。だからまだ入ってるんですよ。ちょっと洗ってみます。ダメって。毒で魚が取れた。もう寝ちゃってるね。これじゃあ食べ。ダメって。食べていいです。ダメ。もう取れたての鮮魚をいただきたい。その気持ちが勝った。便器。便器って意味でしょ。問題じゃない。美味しい。でも腹壊したらどうする。うん、ない。便器。本音のところすごい甘いって美味しい。おい、ペアって魚は。その後、先住民の狩りにも同行。鉄砲で獲物を狙うという。
ジャングルを歩くこと4時間半。鳥発見。あ、当たった当たった。バーガー。バーガー。鳥。ポカコンガ。ポカコンガ。ポカコンガ。Ya no es costumbre de nativos, de indígenas, cuando encontramos ese...¿Cómo se llama ese pavo cuando cazamos? Siempre le regresamos a la casa y prepara para comer. Así es cuando tenemos hambre. Después cuando se cazamos unos dos, uno comemos, uno llevamos a la casa para nuestra. De tres comemos uno y llevamos dos. 川の水で1時間ほど煮込むとこんなスープが出来上がった。国のバイタン。金色のだしみたいな感じですね。味付けしてるんですか、塩。で、その、nada más。これですね、美味しいです。ケフェ、コメ、カベサ。いつか。取れたての鶏のスープをご馳走してくれた。じゃあ、岩田。味付け全然。岩田。いただきます。なかち。どうですか。うわー、美味しい。すごい濃いです。塩味で基本。すごいあっさりな鶏ガラスープ。めちゃくちゃ美味しい。あ、変に食べてないから。うまい。うまい。変化って本当砂肝全部砂肝ぐらい。食べて食べて。味もすごく濃いし濃厚。でもこんな肉食べたことないです。味付けしてないとしたら奇跡です。うーん、岩田も岩田も内臓わあ。これいっちゃっていいですか。次よし、いいがどうしますリコ。うん、めちゃくちゃ味の濃いレバーですね。噛み応えがあって弾力があって、このレバーもう相当美味しいです。もういいや。すごいなんかね、脂が乗ってますね、これだけ。鶏軟骨、うん、ものすごい味が濃いやつ。うん、新ピンキン、ピンキン、ピンキン、全て味が、あの味付けしないのに素材がものすごく味が濃いです。ちなみに味の感想はしっかりしていた。この後 U 字工事は漫才の仕事で先に帰国。一方スタッフたちは1週間の取材許可をもらったので、この集落に滞在し密着した。食べてみて。小さくて食べないよ。毎日の密着取材の中、何でも食べた。馬みたいなやつだな。たまにホワイトコーンだよ、うん、あれこの辺も。うわ、うま。馬でもそこは食べないよ。勧められれば何でも食べる。ユースジン。こちらはイタチの丸焼き。その尻尾。すごい硬いです。尻尾の割に認可ちゃんの。血の秋ですけど。カネさん、料理好きですけど、似てます。食べたことありますか？ないです。食べたことありますけど。岩田、岩田。すごい臭いです。えげつない臭いです。えげつない臭いです。うまみが。何でも食べるので、先住民たちも面白がり、普段あまり食べない部位も進めてきた。酸味はすごいあります。ちょっと来てどこで。肉。せんべいですよね。石みたいな。肉の旨味が。アナウンさんもこの肉食べないから好きじゃないんですか。こんなところ誰も食べないや。食べないですけど。買います俺。その後もう誰も勧めてこなくなっても、すね肉を豪快に食べ、さらにイタチの足の裏も。
熊の手みたいな形。一口だけ食べてみようか。全然美味しい。サザエの肝が腐った匂いですね。なんだかわからなくても食べた。レバーしてピンキン。先住民たちは男のリアクションに飽きたのか、みんないなくなった。やっぱ肉いいなと思ってます。誰もいないから、もう我々が全部食っちゃったね、半分が。ちなみにこんなものも勧められた。これはうまいから食ってくれよ。嘘つけ、そんなの食えないぞ。どんな味がするか食べてくれよ。作家として付き合いのある私から言っておきたい。彼は何かを勧められたら断るという判断は。おい、本当に食っちゃうぞ。冗談だってない。冗談が通じないやつだ。本当に食べたぞ。大丈夫なのか。どんな味なんだ。無味です、うん、あ、でもちょっと苦いかな、うん、まあ無味でもない。食ったことないじゃない。現在彼はこの配信を見られないはずなので言っておきたい。彼は天然のバカなのである。まあ、でも焼いたら美味しいんですよ。そんなこと知るわけないだろう。ワイルドさは日に日に増していく。川では全裸になり、そのままうつ伏せに寝そべった。これは男なりの入浴だった。その後全裸のまま先住民が飲んでいるという川の水をいただいた。甘いですか。こう見ると茶色いじゃないですか。ガフの水見てください。どうぞ。お風呂の後に3杯目。お腹痛ないそうですね。5杯目です。1リッターぐらいここだけ飲む。今のもう一回。OK。茶色いじゃないですか。そんな飲まないです。7杯目。その味のリアクションは。うまい。ちょっと一回出してお願いします。スローで。OK。8杯目ぐらいですけど。お願いされると仲間のスタッフの要望にも応えた。ではそのお味は。男は全力で楽しんでいた。うまい。そして別の集落で酒を勧められた時も。なんだこいつは、すごい飲みっぷりだな。出されたマサト、およそ4リットルを飲み切り、これには先住民の市長もドン引き。全部飲んでるぞ、こいつバカなのか。うまい、おいしい。2杯目。いやいや、飲まなくていい。飲まなくていい。スパーシーが、マサ、オリータマサですから。さらに食べ物を勧められた時も、とりあえず食べてみる。集まってきた村人全員神妙な面持ちで見守った。大変やったでしょ、このでかいの。美味しいよ、すごい。この辺りに住む先住民にとって初めての外国人。うん、いないからな、これ美味しいわ。それは良かったな。みんな自分たちの食事を食べる外国人のリアクションに興味津々。早く出して、この人どんどん食べるから。今やってる。お前すごい速さで食うんだな。あなたが出すのより早く食べてるわ。出された食事は、もう口の中がいっぱいじゃない。必ず綺麗に完食する。ホルヘは先を急ぎたがるが。すごい新鮮、うん、日本には売ってないからね。新品金。ナス D 曰く、先住民の食事は歴史的に残ってきたもので、まずいものは一つもないという。だが食べ方をよく知らないため。一個噛んだ。うん、
リンキンハイ。おいしいの？もっと食べなさい。おいしい。新鮮、産地直送やから生きてる感じがする。それは生きてるからね。おいしいわ。こんな食べていいんですか、みんなの分は。もう OK。 口の中がミルクでたっぷりやねん。まだ食べ慣れていないため。結局大木一本に入っていた50匹をその場で全て完食。普通じゃない。美味しかった。新品金。そして食べ終わる頃には大人はもちろん、最初は逃げ回っていた子供たちも近づいてくるように。生臭くないんですか。全然食べたよ。はい、食べた。全く癖がない牛乳。牛乳飲めない人が食べれる。釣りは日本じゃ買えへんからな。さらに先住民の言葉も徐々に理解してきた。こうして先住民から絶大な信頼を得ていた。おい、みんな行くぞ。最後まであいつを見送るんだ。ジャングル奥地での取材は歴史と文化の違いから一歩間違えば大事故となる。俺の兄弟だ。お前ら絶対に手を出すなよ。どうしてやってくれ。ジャングル奥地の先住民は未だ外国人に対する警戒心が強く、信頼され関係性を築きながら先に進まなければならないのだ。こっちの人が食べてる、それで生活してるものを食べてるんだから、美味しくないはずがない。基本はそうです、ね、基本的にお腹空いてて探してる状態で言うと、あれは相当なごちそうだと思います。日本人の自分が食べても美味しいから。袋に入った液体やから、イメージはイクラの大きいやつで、周りはもうちょっと硬い、中が薄いミルク、イデ牧場のミルクぐらいの味。薄いけど上品で濃厚。朝行って取っといてくれるって気持ちが嬉しいから、それがスパイスになっちゃうんですよね。毎回誰かが一生懸命努力して取ったものを直接ダイレクトにもらえる。生産者の顔が見えないとかよく日本で問題になってるけど、見えすぎてるもんね。そこはすごいありがたいところですよね。